ジャル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 。はい、もしもし。あ、もしもし。はい。あ、すいません、万全です。はい。あ、万全と申しますけども、すいません。あの、どちら様でしょうか。万全です。はい。あ、ごめんなさい。はい。名前が、はい、万全です。すいません。はい。あの、今って、はいはい、あのアルバイトの募集とかってされてますか？あ、やってます。あれが見貼ってて、はい。いや、はいはいはい、ちょっとアルバイト探してまして、はい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 、面接とかって受けさせていただけるのかなと思って。ああ、大丈夫ですか？はい。ですね、あ、はい、すみません、私は店長の山下と。あ、よろしくお願いします。はい、言います。はい、でですね、バイト面接と。あ、バイトの面接。何を見られて、僕、ホームページ見て、はいはいはい。はい、なんか、面接募集みたいなことを書いてたんですけど、はいはい、前ちょっと数日前に見てまだそれって、はいはい、有効なのかなと思って。あ、はい、まだ採用者が出ておらず、はい、面接は何回か行っているんですけども、じゃあ明日とかって、はいはいはい、面接とかって、明日はちょっと無理でございましてですね。あ、そう、じゃあ明後日とか、はい、一応本部との兼ね合いもありますので、はい、いつぐらいに行けますかね。大体5日後以降で。あ、わかりました。5日後に、じゃあもう一回、はい、改めてお店の方に、はい、もし万全と申します。はい、はい、お仕事からあれでしたら、時間帯都合が合う日が、お昼のピーク時と、はい、夜のピーク時を避けていただければ、はい、はい、じゃあそちらに、はい、じゃあ一応希望としては15時から16時の間でもし行ける日があれば、はい、全然大丈夫です。はい、はい、5日後ぐ、5日以降で、はい、もし空いてる日があれば、あ、全然その5日後で大丈夫なので、わかりました。すみません、5日後以降でも大丈夫ですか？はい、大丈夫です。のいつにいたしましょう。はいはいはい、大丈夫です。ちなみにこの店の場所は分かります。あ、分かります、分かります。はい、はい、もちろん、分かります、はいはい。分かった上で、はい、はい、させてもらってます。はい、はい。非常に、美味しいです。あ、はい、ありがとう。あ、いらしたことがあるんですね。はい、そうですね。はい、そうですか。はい、じゃあ、面接の方を、じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、僕一人で行くんで。はいはい。火曜日で、はい、大丈夫ですか？はい、じゃあ火曜日の、お願いします。はい、分かりました。15時。15時ちょうどで大丈夫ですか？大丈夫です。はい。はい、15時ちょうど。はいはいはい。今日はい、はい、まあ、はい、もちろん履歴書は持っていくんですけども、はいはい、なんか履歴書以外で持っていかなあかんものとかってありますかね？ですね、バイト面接を行う上で必要なものは、はい、個人を証明できるものと、はい、あ、わかりました。はい、あとはもう履歴書だけで大丈夫ですね。ありがとうございます。はい、あと、もし即その場で採用ということがあれば、あ、はい、印鑑とかもあれば、わかりました。じゃあ一応持っていきます。早くなりますので、あと、アルバイト代の、時給を払う、口座も、開設していただいて、ちなみに開設はされてますかね？はい、されてます。はい、はい、あ、じゃあそれで大丈夫です。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ5日火曜日ですね。はい、そうですね。はい、15時から、はい、わかりました。15時ちょうどでよろしいですか？はいはいはい。自転車乗っていくんですけど、自転車置く場所とかってありますか？はい、店には一応、わかりました、はい、じゃあどこか探します。はい、はい、なので5日履歴書で、すみません、お名前を万全です。はい、漢字の方を伺ってもよろしいですか？はい、万全と書きます。はい、はい、表記を1万円の万とかでいいんですかね。はい、そうです、万なんですけど、はい、難しい万です。あ、昔の万、昔の万、はい、はい、前は前です。はい、はい、前は、はい、はい、前は前です。あ、まあ、万前さん、はい、下の名前はすいません、伺ってもよろしいですか？はい、はい、教授です。はい、すいません、もう一度お願いします。はい、もう一度お願いします。教授です。はい、教授。はい、はい、すいません、漢字の方伺ってもよろしいですか？あ、そうやって履歴書に書いていくんですけど、あ、もちろんですけど、まあ、一応今ここで言った方がいいですか？はい、わかりました。はい、すみません、一応申し込みだの本部との兼ね合いもありますので、わかりました。はい、すみません、お願いします。はい、教授、はい、は、今日は、はい、今日、はい、はい、今日の、はい、すいません、不採用で、はい、すいません、恐怖の恐に樹木の銃です。すいません、不採用でお願いします。すいません、不採用でお願いします。本当すいません。あ、これでこれで面接ですか？あ、じゃなかったです。違う、よかった、違う、はい、わかりました。はい、呼吸が合わないので、はい、すいません、不採用でお願いします。はい、すいません、申し訳ございません、不採用で。これ面接、はい、もう面接するだけ損やなっていうのが今分かってるんで、はい、すいません、不採用でお願いします。あ、あれですか、名札とかね、この文字出にくい感じですか？あ、全然そういうのは、あ、そうじゃないですか、わかりました。万全は、はい、全然いきますので。わかりました。はい、じゃあしゃあないですね、はい、それは怖いっていう感じで貼られてるんですね。はい、はい、すいません、不採用でお願いします。はい、すいません、わかりました。はい、お手すいませんでした。なんかごめんなさい、いえ、ご丁寧にわざわざ、はい、ありがとうございます。あまりにも息が合わなかったので、ちょっと不採用という形にさせていただきました。わかりました、はい、すいません、はい、ありがとうございました、電話対応して、まあ、はい、そうですね、はい、はい、
よろしくお願いします。はい、まあ、一応接客業なので、はい、お客様とのコミュニケーションもありますので。わかりました。そうですね。はい、こういうちょっと勉強になりました。会話の、はい。そうですね。はい。勉強になりました。すいません。はい。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。また、はい、あの食べに行きます。はい。お客さんとしてぜひいらしてください。あ、わかりました。ありがとうございます。すいません。すいません。はい。ありがとうございました。すいません。ご丁寧にありがとうございました。失礼します。はい。失礼します。はい。はい。